はい、56番へようこそということで、今回も上海バスケ SKP 活動を始めていきたいと思います。今回は未経験者が3人揃わなかったんで、混合チームでやっております。ゴローチーム、ゴロを探すさん、三上さん、キャップチーム、キャップごっちゃん、シュさんという感じでやっていきたいと思います。さあどうなる。今回も八木さんからもらったあのスマホ立てみたいなやつをうっかり忘れてしまって、カメラアングルだいぶ下になっちゃった。おっと、これはね、三上さんとね最初に話したんですよね。三上さんやっぱゴール下強いんで、まあ打つよと、僕と佐賀さん打つよと、で打ったのをリバウンド取ってもらって入れるというね、よくある作戦です。でもまあ非常にね打ちやすいんでね、感謝感謝でございます。さあ、おっと、1点リードかと言おうとしたら出産に決められるゴールした。出産もね、足の筋肉がマジで半端ない。あ、今度ちょっと一回聞いてみようかなと思うんですけど、多分バーベル持ってスクワット1日1000回ぐらいやってると思うんですよ。さあ1対1、佐藤キャップ久しぶりですね。なんか仕事忙しいみたいですけどね。そんな感じで外からごっちゃん、中から佐藤キャップ、シュさんがリフティングリフティングじゃないか。さあどうなる。1対1、ダイエット宣言してからあまり結果が出てない佐賀さんですけども、最近動きが軽いというね。ということで第一、ここは勝って勝ちたいゴロチーム。おっと、ごっちゃん朝練してからもうゴール下の中のああいうやつの精度がめちゃくちゃ最近上がってる。ごっちゃんに決められて2対1、ゴロチーム1点ビハインド。おっと、リフティング、リフティング。大佐藤キャップ出たっぽい、ちょっと左に切れてますけど、おっ、佐賀フック。あー、2対1、ここはちょっと引き離されたくないゴロチーム。あー、佐藤キャップ、危ねえ。あ、どこ投げてんのゴロ。来た。ああ、2対1、1点ビハインドゴロチーム。お、ステップバック、あ、バックステップ、あ、じゃねえ、ステップバック。ごっちゃなんか小技が増えてるの最近。入ってくる方も当然ながらバスケ経験者で、しかもなんか最近みんな練習朝練夜練やり始めたんで、レベルが1年前に比べると格段に上がってるんでね、まあまあきついんですよね。まあまあきつい。おっと、ロールからの三上さん、あー打てない。佐賀さん、あー惜しい。いやほんとね、もうついていくの精一杯でございますゴロ。もっと練習しないとダメですね。もっと練習して、ちょっと体重、あと今78から72までいったんですけど、まだちょっとね、お腹見てるとあと4キロぐらいはいけそうなんで、68を目指したい今年中に。さあそんなこと言ってる間に試合は進んでおりません。膠着状態でございます。あー惜しい。1対2、さあどうなる。おー、ごっちゃんミドル。あーっと、ゴール下佐藤キャップに決められる。1対3、まずいゴロチーム。さあゴロどうする。強い三上さん2対3、
さん心強い。最近あの僕があの来週久々にバスケ休むんですけど、実はあのキャンプを始めようかなと思ってまして、実はあのこの回の前の週かな、三上さんにキャンプの相談のみっていうのをやってまして、ちょっとバスケ同様にちょっとキャンプも面白そうだなと思ってる頃でございます。なので次の、おっと三上さん決める、キャンパーのノリじゃないや、キャンパー三上さん決めるということでね、あの SKP も大事なんですけども、新しい趣味のを広げようかと思ってる頃でございます。おっと出産に決められて、あれ3-4、1点ビハインドされております。なんかね、あのバスケハマった理由もそうなんですけど、コロナで今本当もう日本帰れないんで、個人的にはもうまずそれがストレスなのと、あの海に行きたいんですよねと。別に海で何するってわけじゃないですけど、海見るのが結構好きなんですけど、ここ2年ぐらいだからまあ日本に帰れてないんで、日本行ったら必ずミニア行くんですけど、ね、一瞬でも。そんで今回もキャンプ海行きたいっていうところからキャンプ行くみたいな話になって、だったら行こうかみたいな、デブショーな僕がねそういう気になったんで、おっとナイスプレー、おっと来たリプレー、佐藤キャップドライブからのレイアップ、この、ね、左サイドなんですけど右手でレイアップするっていうのに若干憧れてるゴロでございます。いいプレーでしたね、さすがキャップ。そんなことを言ってる間に3-5、ゴローチーム2点ビハインド、まずいよ。今日は焼酎のソーダ割りを飲んでのお届けとなっております。あー、シュさんもねあそこら辺のミドルレンジからのシュートを結構一本決まり始めるとね、結構、おっと三上さんドライブからのロールからの決めるということで4-5、1点差、まずい、おっと危ねえ、バテバテでございます。お、勝ったーってなってたんですけど、現場では実は負けてました、ゴロチーム